ーにアマチュアの悩みをぶつけてみた。はい、皆さんこんにちは、楓です。はい、そして本日は高橋達彦プロに来ていただいております。はい、よろしくお願いします。お願いします。本日は平川カントリークラブに来ております。前回ですね、高橋プロ の、はい、初めてウームゴルフでスイングを見せていただいて、やっぱりなんかすごい強いインパクトで スイングも速いんですけど、やっぱりずっと同じところにいるように見えるなっていうのが私の感想なんですね。うん、はいはい、でも私のもうアマチュアの悩みとしては、はい、やっぱり私はもともと右にテイクバックでスウェーして、はい、そこから左に突っ込んでいくっていう癖がすごい強くて、はい、でこれもすごい直したいな直したいなと思って右に乗るのをこうやめる。でまた右に残ったままインパクトしようって思うと、うん、こういう右に残ったまま結局左にも乗れずっていう感じのスイングになって、はい、でまたそれを直すためにスウェーに戻るみたいなのをずっと繰り返していて、本当に高橋プロみたいな右に乗れてるんだけどスウェーしてない、で最後も左に乗ってフィニッシュっていう形ってやっぱりみんな憧れだと思うんですよ。プロの方が下半身使って体を使って打ってる、はい、でアマチュアの人は手打ちが多いってよく言う聞く話じゃないですか。はい、聞いたことあります。でもその連続写真とか、はい、こう自分のスイングとか動画で撮りますよね、はい、そうするとアマチュアの方がこう振ってる時にいろんなとこが動いている。あ、プロの方が意外とこの胸とか腰とかがこう大きくこうやって動くことはない。動いてないです。うん、体を使うことと体を揺らすことは違くて、はいはい、これはこうするとただの末になっちゃうし、はい、だからその体を使うっていうのはそのやっぱりスイングの中で下半身が動き始めて、下半身からダウンスイングが始まって動くからちょっとシンプルにプロの方が見える。体重移動っていうのはやっぱり一番必要なのはやはり下半身からの動き、はいはい、下半身からの動き、はい、でこの左に乗るっていうのも、はい、こんなに乗せようと思ってこんなに左に動くのが乗せてるんじゃなくて、スウェーになっちゃうんです、この左に乗せるって。左に乗せるっていうのは、はい、左の壁、こう壁があるとしますよね、はい、この壁に一回こうバンとぶつかる感じ、バンとぶつかる、壁に当たったら回るみたいな、はい、もう壁をずっと押し続けるとこれはもうスウェーになっちゃう。はい、カエルちゃん、はい、ちょっとカエルちゃんがもう左に乗るっていうのは、とにかく左に乗ることがだけをやります。上から突っ込みましたね、はい、今のはもう完璧にテイクバックしたらもう上から当てられるようにして左足こんな感じですかね左に乗る、はい、本当に、はい、全部をぶつけていくみたいな。あ、そうですそうです、ね、うん、こうです、うん、私のインパクトは、うん、こうやって乗ってこういう感じですかね。全部右、やっぱ左に乗ろうと強く乗ろうとする分右にも強くスウェーしてる感じがします、うん、でも左に乗ってはいます、こういうインパクトに。そう、楓ちゃんの言う乗ってるは、はい、アマチュアの典型の、はい、こう突っ込んでる、突っ込んでる状態で突っ込んでるっていうね、動きですよね、はい、それはね、はいはい、まあ乗るっていうのは、はい、左に乗るっていうよりも、左にの壁に体をぶつけるっていうような僕はイメージなんです、はい、この体重移動をこう大きく使うのが乗るんじゃなくて、はい、まあ本当にここに壁があるとします、はい、そこに対して膝、腰、肘、肩すべての左サイドがこの壁に対してポンと一回壁に当たる、はい、
これが乗った状態だと思います。うん、楓ちゃんの乗る、あの左に乗るは、はい、全部をこうぶつけに行くんで、はい、もう膝は開いてます、腰開いてます、肩開いてます、もう全部開いちゃってる。腰がもう壁よりも後ろ側に、そう、これが引けちゃってるというか、そうで、こう後方から見たらもう全部が棒開いちゃって、はい、うん、なのでこの左の壁に、はい、まあ、後方から見るとここに全部乗るってことは、はい、逆にそっちから見たら胸がこっちに残ってるから、あ、右をちょっと向いたままですね。だから後方からの写真というか動画を見たら一番わかるんだけど、はい、後方線から見たら胸がこうやって残りながら来る。でここで一回当たってそれからもうピュッと回るだけ。左乗るイメージは僕はこうやって、あの前回も話したように左腕をなるべく遠くに、はい、でこれか、あの下半身というか、こうなると下半身から動きやすくなるんで、動いて胸もちょっと、後ろに残したまんま行く感じですね。こういう感じで当てる感じ、極端に言うとこういう感じでポンと当てる感じ。自分の感覚でやはりこの腰とここが、腰からこう壁に当たり始めて、うんうん、上半身が当たってそれからもうここからこう回るだけ、うん、イメージ的にだからこうフルショットになるとなかなか余分な動きが多くなってくるんで、ハーフスイングじゃないけどこう自分の胸とクラブをこう離しといて、こっから一瞬こうクラブをこう離しといて、こっから一瞬こう、こういうハーフスイングぐらいの中で、あの軌道というか体の動きを覚えさせる。そうするとクラブが腕と体の関係性を保ちながらボールに圧をかけていく。圧。ちょっとこう小さい幅で体を動かしてるくらいのイメージが、はい、この胸を下にこう圧力をかけるぐらいの、圧力をかけるぐらい、うん、残したまんまぐらいの。もっとですか？いいです、打ってみましょう、はい、左の足、はい、左の腰を開かないように、はい、うん、今のところはまだ開いてるんですね。状態がすごく開くんで、やっぱりシャンクするもっと右の下ですね。そうです、そうです、そうです。オッケー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 。今ちょっと我慢できました、はい、まあ、あ、そうですね、まあ、この辺まで、はい、この辺までは残したいですね、はい、はい、ここでインパクトの時にはまだ胸はこっちを向いておくってことですね。向いておくってことです、はい、うん、もう一回いきますよ、はいはい、開けてください。そうです、こうです、はい、こうです。だからここを向けたまま、まあ、そうそう、そういう感じ、はい、この左の顔、背中がこう開かないように、あ、開かないように、うん、左の背中が開かないように、はい、そう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 、あ、左の背中が開かないようにって少し分かりやすいです、うん。ああ、オッケー、オッケー、はい、今楓ちゃんがちょっと右に残すイメージでやるんだけど、はい、どうしてもうまくいかない、はい、右に行ってしまう、トップしてしまうというのは、はい、右に残そうとするだけで、はい、左サイドが一切受けない、はい、もうどんどん開いちゃう、あ、うん、こう左サイドを、はい、があっての右の残しなんで、やっぱりこの胸を残すというのも一つだし、はい、左の背中を簡単にこうやって開いていかない、はい、うん、この左の肩甲骨あたりにこう
イメージしておく、はい、ここが開かないで当たるっていうようなイメージがやっぱり必要ですね、はい、今更だけどもう一つ言っていいですか、はい、あの右一足広げれるかなここまで、はい、あそうそうそう、えボール左でいいんですか、いいよそこでいいよ、はい、うん、なぜかというと、はい、この足がスタンスが狭すぎるのも、はい、逆にこう動く原因になっちゃう、だからこうここにボールが挟まってるぐらいの感覚で、はい、下半身がやはりもうちょっとこうダウンスイングで止まってれば体が開くことをちょっと防げる、わかりました、ボールを挟んでるイメージ、はい、挟んでるイメージで、その関係性を変えないまんま、はい、OK、はい、OK、下半身を動かすなっていう風に聞こえると思うんですよ、はい、でもここに挟めてて、はい、こうしたら動かすなって、はい、でもいや下半身動かすんですよねって話を散々してるのに、うんうんうん、だからここを膝から下ここがこんなに動くことは良くない、だから下半身を使うっていうのはこの腰お尻ここに張りを持たせてここが、はい、ポンとこう地面を踏む、はい、この動きが下半身を使っている、やはりここの下にはちょっとこう地面をずっと踏んでるイメージを持ちながら、はい、左の腰お尻をこうポンとこう地面を使うぐらいの、はい、内側にした方がこの左右のブレがそうなくなるんですね、うん、ああ今のいい、今のいい、はい、ああ今のいい、今のいい、はい、極端なこと言ったらもうこれぐらい開いといて、はい、といてこう左のお尻をこうパンと使って打つみたい、こうパンと使って打つみたい、おお、うん、はい、それも分かったのと、腰がちょっと引けてすぐに体が左を向いてしまうとかって、うん、癖がすごい出るっていうのも分かりました、一生懸命回そうとして、はい、それが逆に開いちゃってる、なんかこの体を動かすスピードでボールを飛ばしたいなっていう人が多いと思うんですけど、はい、本当はやっぱりそのボールに対してこう自分体重の圧力を、はい、でボールを飛ばすっていうようなこともやっぱり必要ですよね、はい、ぜひ皆さん腰回せ腰を切れっていう言葉で結構、ね、腰頑張って回しちゃってる方いると思うので、一回壁にこう、うん、そうですね、トンっていう乗る左の壁っていうのはすごく重要なポイントだと思います、ぜひ皆さん壁にこうトンってやってみてください、私もちょっとこれで自分の癖やっぱりこのみんなにモノマネされるこの浮き上がっていくインパクトっていうのと、あとやっぱツッコミ癖っていうのを直していけるように、はい、この教えてもらったドリルやっていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちらとなっております。せーの、また見てねー。